宝太郎戦隊ドンブラザーズの反応集。お前この動画再生したな。これでお前とも縁ができた。号泣する赤ちゃんから始まる、縁ができたな。妖怪縁結び。ぬら理論か何か？縁を結びに来る化け物。アバ太郎、そいつを見たら終わり。当たりや。辻縁結び。週刊縁結び。ドンクリック詐欺。ドンブラノー。頭ドンブラかよ。ポケモントレーナー。目があったらアバター勝負やめろ。ジュエリスト。フェスプム。サダコ。戦隊の縁結んでくるやつ。ミーム災害。こういう SCP 移送。シャイガイ。ハメ技やめろ。ダシトクモーション。縁結びの自動追尾弾やめろ。ザ・ワンダーオブ・ユー。お前見ているな。特産か？縁じゃなくて因縁だろ。俺を分析するな。だが興味は持て。同じ時代に、今で会えたな。戦隊版我ら思うゆえに我らあり。エントピア。どのデッキにも出張するパワーカード。やり口が怪人のそれ。昔懐かしのブラクラみたいなやり口。あなたはそこにいたな。第四の壁にも話しかけてきそうな恐怖がある。こいつ見るだけで笑うようになった。千日手だこれ。存在を認識しただけでアウトじゃないですか。俺の存在を認識しなかったな。見たらダメ、聞いてもダメ、認識したらもう遅い。認識災害の類。目を合わせたら発動する怪奇現象。ちいかわに出てくるタイプの怪。日曜朝の抗うつ剤。縁結びマーケティング。縁ハラスメント。この文字を見たな。暴れドン太郎。何かリアクションした時点で、こいつにペース握られるのが強すぎる。初手を打て。祭りだ祭りだ。なんだろう、この番組絶対楽しめる感。こいつ無敵か？今年の流行語大賞がもう決まってしまった。縁結び、なあ、お前見ただろ。俺を見ただろう。なあ縁結べよなあ。縁ができただろ。島津とよしさ。こいつ島津の回し者だろ。薩摩で桃太郎。あ。F の七人要素もあってくさ。こいつ出てくると若干ホラーになるのくさ。めちゃくちゃ男前なんだけどなんか怖いのがすごく絶妙なドン。宅配した上に部屋掃除までする縁の鬼。強制的に縁結ぶけど悪縁判定したら断ち切る。ドンももにも縁を切られるレベルという罵倒語が出来上がってしまった。日曜からずっとこいつのこと考えてる。この世界観でこの世は楽園。って言ってのけるの頼もしさがすごいだろ。この隣人すら信用できない世界で縁を結ぼうとしていけるメンタルすごくない？だがヒーローには不可欠な思考回路ではあると思う。コロナ禍でのヒーローショーで叫んだりできなくともつながりを作ることができるという考察を読んですげーって感心した。ヒーローショーで面と向かって、お前とも縁ができたな、って言われた子供はめちゃくちゃ嬉しいだろうな。乗るとこは乗ってたけどお届け物デイスのとことか挨拶ちゃんとできてたし、思いのほかドンさん社会性ちゃんとありそうでほっとした。縁ができたなはい終わりじゃなくて、縁ができたな手助けするぜはすごくいいヒーローだと思う。イケメンでも不審なことをすると不審者。でもこいついなかったら積んでそうだよね、ドンブラトピア。鬼に疲れたりするだけでも大概なのに、容赦なく消去してくる上位存在がいるのがやばい。わからんけど嫌いじゃない。縁は結ばないでほしい。みこし担いでる人らは何なんだよ。みこしを担ぐ人だけど？お前祭り出たことないのか？みこしは担ぐものなんだよ。みこし担いでるメンバーについては一切説明なしで駆け抜けてほしい。変身前後で性格変わるのかと思ってたら変身前も割とそのまんまなやつだった。いいやつなのはわかった。宅急便のハンコで因判定なのずるすぎない？向こう側がこっちを認識したら、俺に見られたな。これで縁ができた。もか。これからは宅配したらこいつが来るかもという恐怖に怯えるのだ。やり方が完全にヤクザの因縁じゃねえか。ってなるけど決まり文句としてはよくできてるから困る。
同じコマにいた。この作品は目が合って殺しに来る化け物と縁を結びに来る化け物との戦い。この1話見て面白いとかつまんないとか判断してるやつすげえだろ。全然わかんなかったぞ。でもこれで俺と縁ができたな。前の話すみ忘れた気分になった。ファスト映画ってこういうのを言うのかな。朝飯に二郎系出してくんな。なんか疲れた。寝起きで見るのは頭に重すぎる。いくらなんでも1話からエンジン全開。戦隊はいつも始まる頃にちょっと不安を感じるんだけど、1話でそれを吹き飛ばすパワーがあった。風邪ひいた時に見る夢。ドンモモは作中でも何こいつこわ。って扱いだからわけわからなくて正解だよね。縁を押し付けてくる妖怪、おせっかいを押し付けてくる悪魔の末裔、そんな日曜スーパーヒーロータイム。面白いか面白くないか判断する以前についてけないんだよ。令和の時代に朝から現役のヤクザ知るはきつい。正直井上脚本にいい印象あんまりないけど、1話見る限りはかなり楽しそうだしこれから期待したい。前回は真面目な人が白倉に役決めさせられてただけだけど、今回は白布で決めてるのと同じ人が書いてる。戦隊は気軽にハーブな展開を摂取できるから疲れてる時に見ると疲れるぞ。前回じゃあ見てなかったから終始置いてけぼりだった。前回じゃあ見てたけど終始置いてけぼりだった。これヘボットで味わった感覚だ。全体的なノリ見てると一番近いのはシャンゼリオンだと思う。配達員、学生、無職、脱獄囚、会社員がパーティーなのは面白いな。今のところ全体の戦士間でのつながりが現場で顔合わせた程度の仲なのがシュールで面白いな。お互いよくわかんないけどまあ戦いますくらいの認識でじわじわ来る。現地解散すな。ヨッピーの遺品に手が届かないシーン悲しかったけど冷静に考えたら遺品が釘ラケットってなんだよ。あれでもともとは愛嬌のある良いやつだったんだろうなヨッピー。釘ラケットって裏面使えないからハンデよな。普通に卓球男が死んでるけど戦隊って怖いんだ。高校卓球チャンピオン程度で怪人と少しは卓球勝負できる逸材がいるドンブラトピアやべえ。ていうかはっちゃけてないと暗すぎていかんやつよね。1話から人間の醜い部分の話もやるし。脚本井上だし救われないやつはとことん救われないだろうな。代償として全てを失ううがまさかトレパク疑惑とは思わなかった。自由に乗ってるな。さっきを一個に聞いたらこのスピード感でもこの作品がどういうものか8割くらいは理解してた。長い歴史でメジャーな題材は大体やり尽くしたから題材選びもおかしくなるのだろう多分。税界じゃあって真面目だったんだな。これで普通って戦隊怖いな。ドンブラザーズでわからないことが一つあるんだけど。お前今疑問に思ったな。これでお前とも縁ができた。袖振り合うも多少の縁。つまずく石も縁の端くれ。共に踊れば繋がる縁。